はい、えー、2023年向けのあ合格目標担当サルベージゼミの説明会ということで、えー、レクセン人工師の宮口がお送りいたします。どうもこんにちは。はい、まずですね。担当サルベージ、今年初じゃないですよ。これもうね。あの数年やっておるんですよ。やっぱりね。合格実績が徐々に徐々にね。こう。右肩上がりでね。あのどんどん増えてきてます。あの 参加者人数もどんどんん増えていきます、ねうん、あの去年と2教室ぐらいに分かれたかもしれない要するにあのほら皆さんの中にはね、まあ、あんまりこう気にしない人もいればちょっとこう人数が多いなみたいな、ね、人数が多くなってくればその教室あの分かれてあのやりますから安心しくださね。密度の低い教室の方がいいなっていう人もいるかもしれないんでねはいはい。 一番大事なことはねあの、担当に受かることなんですよ。ええ、で、論文試験があー25%に対して、担当の合格率は10%なんですね。だから、担当に受かると、あとね、受かりやすい、ええで。しかもね、あれよ、ただ受かるだけじゃダメなんですあ。44点以上取ってほしいなというのがあります。で、それはどうしようというとね、 44点以上取ると60%ぐらいの確率で論文に受かるんですよ。で、えー、今度はね48点取るとしましょうそうするとなんと80%です。ええー、だから担当で高得点を取るとまあ正直よまあ,あの論文がパッとしなくても受かってしまうというね、えー、それはどうすよかというとねあの今の論文が 何ていうかね、まあ、俺に言わせると論文試験じゃなくなってきてるというああの俺のじ受験生時代の頃はね便利試験というのは本当に論文試験でしたね何ていうか問題文は短いんですよでもね何書いていいか分からないというねあの俺がいまだにあの覚えてるのはねあれ平成何年やったかな平成7年だったかなあの俺が初めて論文試験を受けた時にね 衣装の同一について論ずよという問題が出たんですよ。それで終わりですよ。<laughs> それで終わり。それで2000字ぐらい書けみたいな。これぞ論文ですよ。あ、今はね、問題文長いでしょ。問題文長いけど何書いていいかっていうのさえ分かれば簡単なんですよ。だから担当の丸罰が結論で解説はじゃん担当のね。それがあのー、あれですわ。えー 論文の理由付けみたいなもんですね。だから担当で高得点を取ると、もうその頭の思考回路が論文で要求されるものになってるんですね。えー、だから私もね、あの普通のあのなんていうの、担当のね、えー、問題集じゃなくレックから出ている、まああれの解説とやっぱり一味違うのはですね、論文に生かされるような解説をしたいと。えー、あの要するにその青本とかをね。 この極力、そのなんていうかな、まあ条文だけが理由付けだったらまあ条文で終わるんだけど、やっぱりその青本までこれはあの読んどいた方がいいなみたいなね知識はきちっとその論文にこの応用できるような形で解説をつけたいなと、まあ私は「担当レボリューション」ってあるじゃん、あれと同じコンセプトなんだよね、単レボもほらあのただの解説じゃなくて、論文に生かされるように私、書いてますんで。はい じゃあ皆さん、ね、本格的にちょっと説明に入りますけどね。あの1月14日からあの、えー、と18時から21時に、まあ、ゼミですからねあの、現場に来てほしいというのはあの山々なんですよ。ところがあの今、2022年だね21年という20年はね、やっぱりあのコロナの真っ最中で。 やっぱりその申し込んでも、ね、こ来ない人多かったんですよ、ええ、しょうがないね。で、どうしたかというと、ね、当然その、まあ、私はあの休まずにやりますからあの収録してますわ、だからあのまずは休んでも安心と、ね、レックのゼミは、ね、その休むとダメなタイプのやつもあるんですよ、こうこういうほらカメラがついてない教室でやると、ね、で私のはもうそれは、ね、あのカメラのある教室でやります。ええ だから、まず休んでも安心だし、欠席ウェブフォローもついてますし、それからあの、ああそれでね、この講座の一つの売りである、裏に書いてますか、質問のね、どっか書いてません質問に応じますよみたいな、これですかね、これですか、はい。 担当実践登壇受講者必見、宮口講師は担当実践登壇のってあるけど、これね、まあ、もちろんあの、それは当然でしょうって感じなんだけど、あのその他の質問も受け付けますよ。えー、その他の質問も受け付けます、ねで。それはね、具体的に言うと、はいえー、っと私はね去、去年かな。 去年のサンプルをつけました。えっ、ー、と、板書に。それをちょっとね、見ていただくと分かると思います。はい。6ページ、7ページ見てください。ええー。これね、去年の担当サルベージゼミなんですよ。でね、これ、あの受、受験、受講生の質問です。あの、ワードで、ワードか、切り貼りか知らんけど。で、私のところが、私の答えが、けがきです。ね。うん、ちょっと見てみましょうか。何の質問、これ。ああ、平成29年、追試。 おちょっと見てみようか、審判長は特許無効審判の請求があったときはその,旨のああのその旨を当該、特許権についての専用実施権者通常実施権者その他、特許に関し登録した権利を、えー、有するものに通知しなければならないと、ああそういうこと、なるほど、なるほど、ええー、これはあの、123条4項ですよね、皆さん、知ってます 無効審判があるとね、それを通知しないといけない関係者にそれでほらここ通常実施権者ってありますからまあだから罰なんでしょうね、ええ、それはまあ簡単だね。解説しようか審判長は特許無効審判の請求があったときはその旨を当該特許権についての専用実施権者その他特許に関し登録した権利を有するものうん。もう授業みたいなもんだね <laughs> ちょっとオレンジかなんかで抜とうかせっかくだからねこれも今日の あの収穫の一つということでね登録権利者に通知せなあかんと123条4項ですねはいで4項は主として当該、A、審判について利害関係がある者に参加の機会を与える意味において審判の請求があった旨を通知あこれが理由付けになってるんですよで皆さん慣れていって俺の授業にも蛍光ペンの色使うからねで蛍光ペンはあのー あれ俺蛍光ペンのお約束のあれは載ってねえかああそうか俺,俺の授業を始めての人もなんかいるかもしれないね、うん、書いてないねじゃあちょっとちょっと待ってねあのあ、そうかこれ見せればいいかこれ見せればいいのかあ皆さんねたあのミアレジミニマムスタンダードっていうのもあげますからねこれ,これちょっとあの皆さんね <coughs> ほらこれ、あれですよ、ほら、手のひらサイズです。ええ。で、レックのあの、テキストってね、大体 B5 が多いでしょこの、この版書もそうだけど、B5 の。これ、手のひらサイズなんですよ。で、これねあの、はい、これで全部です。これで全部というのは、特実、衣装、情緒風全部揃ってます。ええ。で、これがねあの、評判がいいんですよ。ええ。で、毎年毎年あの、なんていうか、俺がね、あの改良してますから、 もうどん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 ん、ね、使い勝手がよくなっているというかね、えー、それで、まああのー、こんな感じでほら <coughs>、えー、第一回はあのーあ,これね、あれに連動してますよ、えーあのー、担当のサルベージ第一回はこの範囲でやりますみたいな、うん、ちょっと、ね、は <laughs> ごめんね、いろいろ話し飛んでと、ね、それで、えー、とあ99条か、まああのー、そうですね99条って書いてるか。 これあのゼミの、ね、第1回から第12回までの,あの、えー、範囲を、ね、全部示してるんですよ、わかります、えー、?100、ちょっと待ってくださいね、100条どっちの方にしようかな、あそしたらね、ごめんごめん、あのちょっとね、担当、えーと、ミニマムスタンドは100ってなってますけど、これね、 第2回も100からになってるんですよ。だから、ちょっとこれ99にさせてもらうね。すみません。えー、っと、99にさせてもらうわ。ね。だから、版書の方が合ってるよ。ね。99に、ほら。だから合ってる合ってる。ね。第1回目、99条まで進みます。ほら。で、第2回目が100畳から176条までね。ええー、これ、あの、合ってると思うよミ。ミニマムスタンダードちょっと見てみるね。えー、っと、 はいほら、第2回、100から176になってるでしょ。うん合ってるね。で、今度は第,第3回、えーと。要するに、ミニマムスタンダードとあの出題範囲をね、合致させることで、皆さんがの勉強をしやすいようにね、ほら、178から64、合ってるあ合ってるね。うん、まあ、実64というのは、まあ、実案法の最後の最後の最後の条文だよね。 まあこれが特実ですつまり、特実3回あると、ねこれをペースメーカーにして、皆さんね、その一生懸命頑張りまですよ、あの多分年内頑張ったでしょう、いろいろ、いろんな皆さんが受けてるし講座で、でさらに、このサルベージ、担当のサルベージゼミをペースメーカーとして、あの、まあのまスピードを上げてね、スピード、回転を上げて、あのこの範囲でやっていくと効果的なんですよ。ねはい <laughs> で実戦通れの予習にもなってるんであのちゃんとやっておくとあの多分実戦通れでも高得点取れると思うよ、はい、で衣装は、ね、こんな感じ衣装は登録前登録後みたいな、ね、シンプルです、えーはい、でちょっとオレンジでヌールね商標法はこれまた登録前登録後で分けるわ、ねうんうんはい、で条約はどんな感じかなあ条約はねあのー 青でいい条約はねあパリピ、パリピ前半、ねでえーだえーと、第2回がパリピ後半、PCT 後半からトリジュネ窓国安法。ねうんうん、で、俺ねあの、皆さんね、もちろんこれ、演習だけじゃなくて、ちゃんと解説もするんだけどあの、1時間演習やるじゃん、そうすると残り2時間、まあ、解説とか、皆さんからの質問受け止まるんだけど。 やっぱりね、なんかこう、まあ、足りないときもあると思うんですよ。ね、俺もい足りねえなみたいな。まあ、そういうときはね、YouTube とかを活用してねあの、プラスアルファで撮ったりしますんで、まあ、あのその辺はね、まああの、期待しておいてください。ねあのまあ、要するに過不足なく講義を展開したいということです。はい、で、最後、ょ、えー、が、あ、ょはね、あ,のあれだよ、著とふは、これはもう、なんていうかね、 もう前半でいきます、ね、あの5問しか出ないし、うん、あのそれぞれ1回ずつ調布、ね、はい。で著と婦ね著は,い、はね結構、ね、改正が多いんですよでも、ね、大丈夫ですよ、ミアレジミニマムスタンダードがです、ね、ちょっと見せましょうかもう安心のです、ね、ちゃんと改正に対応しとるぞというところをお見せしたいと思います。例えばですね どの辺を見せれば皆さん納得しますかね。えーっとまあ、例えば、あのこの辺にです、ね、リーチサイト対策みたいなね、ちゃんと令和2年改正にもちゃんと対応してるでしょ、刑事罰のあたりですけどね、ほら、令和2年において4、6、4、5、新設をね、書いてるでしょ、はいはい、それから、113条あたり、ほら、113条著作権の、これ結構改正されてるんですよ、令和2年ね、ちゃんとほら、あの、 なんていうかね私は視覚で囲ってるから、ああ、ここがあの新しいんだってすぐ分かるでしょ。さらに授業で黄色で塗っていきますから、今塗ろうかう。ああこれね、去年のやから、ごめんね、ちゃんとあの今年版を皆さんにいずれ配るからね、これほら、こうやってね、黄色で塗るから、すぐ改正されてるっていうところ分かるでしょ。あとね、R3 改正は図書館のあたりだろうね、ちょっと見てみますね、対応するかどうか。図書館はね、31条です。 図書館、図書館あー、これだね、図書館も、うーんあこれね、ほら、ちょっとあのょ省略しちゃってるけど、ほら、ちゃんと改,あの改正の、えー、対応してると、ただね、な,なんでここ、ちょっと新設、あれ、説明がない、ちゃんと思うかというとあの、皆さん知ってるかもしれないけどあの、実はですね、令和3年改正って非常に複雑で、その施工日がバラバラなんですよ。 それでね、一つ、その担当試験が5月に行われるんだけど、間に合うか間に合わないか、微妙な改正があるんです、この31条。だからちょっと載せてないですよ。私がね、ちゃんと文化庁に問い合わせて、これはその間に合うのか間に合わないのか、つまり、6月1日施行だと、これ間に合わないですよ、担当試験に。そしたら あの載せなないいでおこうかなと思いますえ要するにべ、余計な勉強をさせないために、皆さんに。だからちょっとこれ、仮の姿ね。うん、で、まあ、一応最低限抑えておくべきところはちゃんとやりますから、安心してください。ね、そういう意味です、これ。はい。大体分かったこれ、すごいでしょあの、あれですよ。えー、っとね、しかも、えー、皆さん、ちゃんとね、あの、著作権法が今、ね、R3 改正に触れましたけど、見てください。 R3 改正の総まとめみたいなレジュメも全部ついてますよ、ほら、最後に。これ最後だよね、ほら。そうでしょだから改正にも安心です、最近の。ね、もしかしたら皆さんの中に、お、あの、久しぶりに、こう、三振とかしてね、<laughs> ちょっと、久しぶりの人もいるでしょそういう人はね、多分改正とか大雑把のはずなんですよ。ね。はい。で、最後、最後ね、最後はね、総まとめっていう回があります。はい。で、これはね、テストですよ。 テストですであの構成がこれになったらいつも20問で1時間なんだけどあの40問ねほらあの本当は60問やりたいんだけど60問やっちゃうとね俺の出番がもうないんだよ。は <laughs> はる？あのはっだけやってはい終わりみたいになっちゃうじゃん。だから一応あの2時間にしといて、まあ、解説1時間っていうふうにすればねちゃんと俺も出てくるしねいいんじゃないかな。 で実際のさ3時間半というのはレックの模試とかねそういうところを受ければいいので、まあ、私の担うところはやっぱりこう解説付きだなというところで、ね、最後の総まとめはこういう特実12ちょっと切りが悪いんだけどねでもしょうがないわこうやってほらあの12で残りは全部7ね 3+4 で7でそうしたらちょうど40問になるからはいまあこれで分かったでしょゼミの各界はそういう感じなんです うん、であのインプット系はこの担当サルベージセミあの7科目全部ついてるねこれいいですよ使い勝手がねあの担当アドバンスあるじゃんレックのあれはね説明があの分厚くていいんだけどあの,あの分厚すぎてだめだよ <laughs> でもうこんなになるからね全部集めると特実衣装丈夫ねもうやっぱ最低限のもうなんていうのかなあの満点は取れないけど 合格点は取れるぞっていう知識は全部入ってるんだよ俺、これ。はい。あのさあ、それでさっきの続き、あの質問のね、あのことだけど、まあ、全部あの真面目に取り組むとね、時間なくなるから、まあ、とりあえず俺がちゃんと答えてるんだよ。ね、で、質問見ようか、この人はね。たぶん、丸ツぐらいは理解できるんだよ。それで本問の回答は、 通常、え通常まあ、漢字が間違えてるけど、ね、通常実施権者が含まれているので罰ということは分かるのですが <laughs> そりゃそうだよね通常実施権者は登録不要だもんね、はい、で123条でいう通知と134条一項でいう副本送達の違いは分かりませんとなるほど、はい、で私が答えていますじゃあ、色を変えようかあの通知っていうのは、ね、オレンジくはうん。 134条の請求があったよというお知らせだけが来ますあ。1枚程度ああ。表紙1枚程度。ね、ああで、副本送達というのは、ね、要するに書類式だと思ってくださ、い1枚だけなくて、あの気合の入ったあの123条、無効審判の請求書がドカッと送られてくると。書類意識、うん。なんか封筒で俺も実務やってるからね、あのイメージできるけど。わかるでしょ そうそう通知はもう1枚ぽっけりあの、まあ、場合によってはファックスで来る場合もありますねあの事,事務所とかあの特許庁とよくやり取りしてる中だともうファックスとかはねあの場合によってはあの PDF で来ますはいでこっちはね郵送できますばっちり郵送できますこれはねそういう意味でも違うねこれも気軽にメール PDF で来るしもうばっちり特別送達で送られてきますええー、んだっけほら書き留め特別書き留めできます ね、場合によっては何十ページにも当たります。ほら、こういうふうにして私は臨境編に対応しますんで。で、多分これね、皆さんで、ね、レックナあの質問チューター制度っていうのもあるけど、あれに質問してもさ、答えてくれないでしょ。あの、事業と関係ありませんと言ってね。<laughs> だから私のゼミは、事業と関係ないことでもね、ちゃんと答えるから。ね。うん。あの、だってこれあれじゃん、ほら。担当レオリューションじゃん、これね。<laughs> 全然ゼミと関係ないじゃん、これ。でも、ね、せこいこと言わんと。 あの何でも俺あの、質問に答えますから、ええ。ええ、そこはいいですよね。はい。で、これもそうだけど、あの、タンレボ、同じ人でしょうね。まあいいわ。とりあえず俺が、こうやってアナログ的にちゃんと答えますよと。ただ、あの、あれ、あれでもいいよ、メールでもいいんだよ。現場に来れない人、レックのね、あのーえー、エルターのメールね、えー、slt.rec.jp.com。はい、そこに、あのー、 ああそうか皆さんあの、それ知りたいか ?slt、えー。これはかな -jp.com、はい。これに質問すればいいからね。slt.rec-jp.com です、はい。それにあの質問で、ね、あの送ってくればいいんですよ。ただね、そのただ何ていうの おえーっとね、要するにあのメールの普通のメールの文面を書くところがあるじゃんそこにはやらんといてくださいめめんちょっとめんどくさいんだけどこのフォーマットを使ってください、えーっとね、そこだけはちょっとお願いなんですよどれだっけああ20ページ最後にあるこれ、ね、あああのもちろんこの紙を何枚もあの持ち帰っても構いません、えー、だから現場に来る人はこれをアナログ的に俺に渡せばいいんだよああ であのこの間あのメ、メールでやり取りする人はこれを、ね、PDF か何かに添付するかあのワードでこれと同じような感じであの、まあ、枠とかつけなくてもいいけどねちゃんとほら素性が分かる人じゃないとあの要するに、ね、担当サルベージ以外の人は俺スルーしてるんですよスルーというか放置プレイというか、ね、皆さんはほらあのちゃんと受けてくれる人にはちゃんと丁寧に対応するけど。 でお金も何も払ってなくてさ、そんな人に対応する義務ないんだよ、俺。でそうでしょ、皆さんはもうねあの、ちゃんとお金払って、その人たちはこうちゃんと答えるために、その区別がしとめで分かるようになるべくつけてほしいんですよ。ね、そうそうそう、そういうことです。はいはい。まあ、もちろんあの、あれですよで、まあ、ちゃんとほら、レック会員番号とかこういうの書けばね、素性が分かるからね、あのまあ、あのきっちりフォーマットに従わなくてもまあいいですけど。 ちゃんととサルベージー撮ってるぞっていうことが分かれば、ねはい、でまあ日頃からほら俺とねあの婚姻にしてるというかさあの質問して顔,顔が <laughs> 分かってないああ彼かと <laughs>、ね、そしたらまあ,あじゃあ,あのうちのクラスやなって分かるんだけどまあなかなか名前と顔が一致しない人もいるからねはいはいそんな感じですよ、えー、あと何を言っとこうかえっ、ー、とねあとねそうだね質問のやり方は分かったねメールでもいいし時間に提出してもいいしはい えこれはまあミアレジミニマムスタンダードが10ページからこんな感じでね、載っとるぞと。うん、あで、まあ、あのこれはね、確か俺、去,去年のかな、これ、多分去年の,あの第1回目に出した問題だと思うんですよ、ね、ほらこんな感じで。うん、で、これね、全部で今、6問ついてますけど、あのー、まあ申し込んだ、せ <laughs> っいんですけど、申し込んだ人に回答あげますんで、窓口でね。 ええー、まあ、ちょっと試しに解いてみてください。はい、まあ、ちょっと私が言いたいことはね、異常なんですけど、皆さんが知りたいことに対して答えようか。いいですよ。なんか気軽に言ってあげて。もう、あの、だいたいほら、言いたいことを言ったんですよね <laughs>。で、あの、なければ、お、終わるっていうか、ほら、あの、皆様大事なお昼時ですから。あのお昼ご飯とは食べたい人は食べに行っていいし。あ、でも、皆さんね、せっかく来たんで。はい、どうぞ。質問。遠慮せんと。はい、どうぞ。はい。 あどこに書いてるいや、それね、よくしてね、素読やるよ。ど、どこに書いてるあえっ、ー、とね、4番目っていうところああはいはい、これね、うん、これはね、どういうことかっていう話ああ、よくあ、素読なんて言葉よく知ってるなと思ったんだよ <laughs> ここに書いてるか。はいはい、わかりました。あのね、これは何かというと、基本的に、 も、えー、ともと、ね、担当サルベージのスタートはこ,これもなかったんですよ、実はこの,なんていうのミニマムスタンダードすらなかったんですね、えー、で本当に法文集皆さんがあの手に持っている法文集だけでこうやっていくようなゼミだったんですよあでもちろんあのあのテストはやりますよテストはやるんだけど残りの2時間の解説で、ね、もう一切こういうのなしでやっとったんですわ。わだからあの と,とにかく条文にこう戻ろうというねコンセプト。うん。条文に始まり条文に終わる。で、もちろんね、論文試験は条文見ていいじゃないですか。で、今の口述試験も見ていいじゃないですか。でもね、私はやはり、あの、もう見ないでね、ある程度の条文は見ないで頭の中に入れようぜっていうコンセプトなんですよ。だから、例えば主語、述語、目的語。うん。この辺を、やっぱりその、はい、ちょっと声に出して読んでみてくれとか。 ねあのまあ、今、コロナだからあんまり皆さんに当てるのもあれだが俺がでっかい声であの読んでみてそれでやっぱり聞いて覚えるというのも大事なのよ、皆さん。と、うん、いうのは、ね、担当試験でそのなんかほらちょっと度忘れしているようなところが出たときにその頭の片隅でもその聞いたデータが皆さんの頭の中に格納されていればそのリズム的な違和感があるかないかで答えられるんですよ。 これなんかやっぱり違和感あるな。違和感があるから罰だろみたいな。インスピレーション的な。これって大事なんだよ。うん。素読ってそういうところ。ね。もちろん意味がわかるのも大事なんだけど、素読して声に出して自分で読んでみる。私が読んで皆さんが耳で聞く。そしてそれを格納する頭の中で。その繰り返しが大事なんですよ。そうするとね、その言葉のリズムの中で皆さんがその担当の問題に正確に答えられるっていうのがあるんですよ。ええ。 これなんか、マストじゃなくてキャンだったよな、みたいな微妙な問題ってあるでしょそこなんですよ。そういうところを大事にしていくってことです、この素読は。わかったねはい。で、で、やっぱりね、このゼミも進化してるもんだから、あのー、最初はね、本当に素読だけでやっとったんだけど、やっぱりそのなんか解説が欲しいということで、このミアレジミニマムスタンダードがついてね、より充実化してるっていうことなんです。わかりましただからこれ補助用ね、うん。これをメインにやるってことはないよ。うん。 あくまでも補助、じゃあちょっとこう、あのねえー、これ見てみようかみたいな感じで今、たまたま開けたのがね、ここなんですけど、ほら、これ知ってる関連衣装のさ、十条八項というのがあるじゃん、ね、そこの解説ね、これ審査基準、だからこれいいよ、審査基準もついてるからね、これいいですよ、ほら、審査基準の解説もついてるしね、素晴らしいですよ、ほら、ね、あの審査基準の中でもほら、試験に出そうなところがね、載ってるんですよ、これ、ほら。 いいですよ俺ねオールインワンですよはいあ大丈夫聞きたいことは分かったよっしじゃあほかにいいよ遠慮せんとはい何でも聞いてくれはいどうぞ改正。令和,3令和3 <laughs> なるほど令和元年ぐらいからやってほしいとあいいですよあお安いご用ですよじゃあなんか私があのうん あの幸いなことにというか、あのえー、とほらこれね、まだあの去年のですよで、今から私、まだテキストを作りますのであ、令和元年改正ぐらいからあの入れましょうか、よし分かりました、ちょっと忘れないように書いていきますわ、ねえー、R1 から R3 改正を盛り込むと、俺の宿題ね、よし分かりました、盛り込むと。 ね、皆さんは書かんでいいよ。俺の宿題、ねえー。分かりました。いいですよ。ほらそういうふうに、ね、せっかく皆さん、ガイダンスに出て皆さんのリクエストに極力応えようというね。はい他にどうですか、えー、いいですよ、ねあミニあの。テキストに盛り込むと。はい、どうですかあとはあ。あとね、ごめん、ごめん。これ言うの忘れたあの。私のね、あのー、ほら これに出てもらう特典としてね、皆さんほら、1年目の人もいれば、中上級の人もいると思うんですよ。ええ、だからほら、ここに手書きで書いてるんだけど、あの4ページに、合格当連、実践当連、まあ、上級等連、まあ、上級等連も終わったんだけど、あの年明けてから受ける人もいるから、全部私が添削します。ええ、はい、でこれ取らないと、どういうことになるかというと、あの合格当連も実践当連も、添削講師が採点するんですよ。ね で別にそれでいいじゃねえかと思う人いるでしょ。ところがどっこいなんですよ。検索者にはですね、皆さんね、政治に例えると、自民党から共産党までいろんな考え方の人がおります。だからあの、例えば同じ答案をその複数の採点者に採点してもらうと、片や40点、片や65点がつく可能性があるわけですよ。そうすると皆さん、何を信じていいかもわからなくなるでしょ。 で極端な話を言いましょうか私が答案を書いてその先生に出してもらったところで35点かもしれないんですよ。そうでしょ逆にその先生が俺の採点食らったらあの20点かもしれませんよ。ね <laughs> そんなもんなんですよだから一貫した私のこの,筋の一本筋の通った、ね、考え方でもってブレのない考え方を伝授していけるというメリットがあるんですよ。 うん、だからあの、毎年ね、私のクラスはあのレックにもメイン講師をおりますけど、一番合格者多いんですよ。一発合格者のも2番、2位の先生に2倍の差をつけてます。ええ、で、先生、それどうやってうん。一発合格者はね、今年ね、26人か7人なんですよ、全体の。で、レックがあの20人ですね、レックの先生方で。で、その中で、あの、ほら、えー、大阪とか、 東京とかね名古屋とかいろんな先生がいる中で20人中8人が私のクラスですよはいで2の先生が4人ですあとは3人とか2人1人1人1人0とかねあまあ1でも出ればいい方なぐらいですね、他の大手予備校なんかあの一発合格者1人も出てない大手予備校もありますからね <laughs>、えー、そんなもんなんですよえー、であとね じゃあ2回3回目の合格者はというとこれはデータが出せないですなぜかというと私のクラス1年目におったけどあと何かねあの浪人みたいにして頑張ってる人とか逆に1年目は他の予備校だけど2年目からレックに来た人とかねもう雑多なわけですよだからデータの信憑性がないんですねだからあの結局ねあ,のあれが信憑されますよいずれ出ると思うけど合格祝賀会で今ね各本校ごとにやってるからあの私は私のクラスとかね そう,そうね大体分かりますよ。あこんなに多いんだみたいなねああこ,こんなに少ないんだちょっとこれは参ったなみたいなね<笑><笑>、まあ、いずれ出ますから写真が私のクラスい一番多いですもう写真に収まらないぐらい来てますよなはいそんな感じです。あということでね、まあ、とりあえずあのれんも俺が採点しますからねはいまああのみ右上にあの なんていうのサ,サルベゼミさん、えー、とかなんか書いとけば俺に行きますから手書きで担当サルベとか書いとけばね何も書いてないと普通に行っちゃうよええ、普通に添削室に行って全国津々浦々の添削講師に行くよ、ね、で私もほらもうレックでかれこれさあの西暦2000年から共に歩んでるんで講師歴23年ですわああそれとね例えば受かったばっかりの,その1年目の採点者とはね格が違いますよこれ ね、もう相当やっぱりこの修練を積んでんだからこっちもね、うん、そうなんです要するにねあのレックの実践トレントもそうだけどあの採点表てあるじゃない、うん、あれってねあの受かったばっかりの採点者のためにあるようなもんですよ私はああいうのは当てにしてませんの全然、うん、もう分かるんですよこの項目を落としてたらアウトだしこんなの落としてても平気だなっていうのはもう直感で分かるんでうん はい、まあそんな感じですねあとどうでしょういいですよはいなんか質問ありますか <laughs> 大丈夫、うんまあ、とにかくねやっぱりあの質問がありがたいと思いますよ、ね、皆さんやっぱね担当ってねあの微妙なやつあるんですよ、えー、昨日もねなんかあのー、ええー こういうい質問があったね、えーえー実えまあ、著作権法なんだけどあの実演家の有する複製権がどうのこうのみたいな質問があったんですよ。ね、実演家の有する複製権があの認められる場合があるとかないとかななんかそういう質問があってで、ね、あの実は実演家に認められる、あのー、隣接権というのはね録音録画権なんですよ。録、う、録、ん、音画権だなので厳密に言うと複製権じゃないんですよ。 うん、だからその担当の問題はその時点で罰なんですね、本当は。うん、おっしゃる通りなんですよ。でもねあの、試験員もレベルの低い試験員もいるんですよ。あだからそこはその空気感を呼んで、あのー、もうそのぐらいね、あの見逃してやるよと、ね、受験生の方が大人,の大人になってやるよって言って、うん、アドバイスしたところです。試験員も、ね、俺みたいに普段からこうたあのやってればさ分かるんだけど にわかでやってるから試験員。員だからね、その言葉遣いが間違ってる場合があるんですよ。うん、例えばね。あの、あれ、皆さん。譲渡と承継という言葉の違い、わかる。ええー、る、譲渡と承継イコールだと思ってませんか。違いますよ。譲渡というのは、上げることです。承継というのは、もらうことなんですよ。ところが、担当の過去も見て、これはこの先生、この試験員は日本語知らんなと思ったのは。こうが。 こう、えーえー、が A に承継するって書いてあったんですよ。もうこの時点で日本語間違ってますよ。うが A に承継する。はあって感じを俺に言わせると。うが A に譲渡するだろうと。あるいはうがオツから譲渡する。あごめん、承継する。うがオツから承継する。これは正しい日本語。うがオツに承継する。間違ってます、この日本語は。それを平気であの担当試験に出してますから、担当試験の試験も完璧じゃないんですよ。 ね、だから皆さんが大人になってください。ええ、でまたこの話をするんだけど私、口実試験でいまだに忘れない質問があるんですね。それはこういう質問です。えー、特実の科目であの、はい、実用審判法において審査官が登場する場面はありますかみたいな質問があったんですよ。それで私はありますって言ったんですね。でちゃんと根拠も知ってるんですよ。12条4項です。から そしたらね、なんてこあの、試験員がね、目をまん丸まにして、はぁ、あ、みたいな顔するんですよ。そこで私は空気感を読みました。あ、この試験レベル低い人だと思って。<laughs> あの、もうすぐ分かったんですよ。ああ、実は法は無審査登録してンだから審査官出てこないっていうレベルでしか知らない試験員だなと思ったんですよ。だから合わせました、レベルを。はい。えっ、ー、と、平成5年法改正で、 あの実態審査を行わない早期登録制度を採用したので審査官が出てくることはありませんって言ったらそうだよねじゃあ次の質問いくわって,ってほらファインプレーでしょこの絶妙なこの空気感これビジネスでも役に立つから皆さんビジネスでねやっぱあの何て言うの勝負どころあるでしょ相手のレベル見ることで相手のレベルが高ければやっぱそれに合わせないかんし低ければ低いなりに合わせないかんですよ試験も同じだから ね、常に真っ向勝負を挑んでたらね人生疲れますし負けますよ、うん、負けて勝つっていうことも大事なんだよな、ね、相手との空気感をこう読みながら、あのー、その場その場をね乗り切っていくこれは皆さんが受かってからも大事なこと私も相当な調べをくぐってきましたから、ね、ビジネスの場においてね1人対20人みたいな時もありましたよ、ねあのなんかあの 組の構想事件じゃないけど1人対20人みたいな,な何かというとあの私がね1人で便利視点に乗り,乗り込んでいて相手の大企業、便利士20人いるんですよ役員会議室に <laughs> それでも一歩も引きませんでしたらあ、ね、あの大阪の門、ね、真っていうところまで行ってねあの分かっちゃいますかね、そこで言うと <laughs> 20人ずっと学んでねもうそれで圧倒しようという作戦ですかね分かりませんけど。 まあそんな感じですわ。ね他にどうですか <laughs> 大丈夫、うん、とにかくね、あのーまあ、今ほらまたコロナもね増えてきてるでしょ。ねだから皆さんね、あのー、2つお願いがあって、まあ、まずはね そうまずコロナにかからない最新の注意を払ってください、これ私も注意しています。だから私は、ね、まだ1回もかかっていませんよ、ねあのー、かかって治ってるんじゃなくて、1回もかかっていません、最新の注意を払っています、冠婚葬祭のお誘いは全部断ってます、ね、だから冷たいやつだと言われてます、ねはい、であと、ねあのー、飲み会もやっぱり自分なりにルールを決めてて、10人以上の飲み会には行ってませんね。はい であと、行ったとしても食べるときはあのー、なんていうかね、えー、まあ、ほとんど手をつけないですけどね、私ね、うんしゃべ、しゃべるだけ喋って終わりみたいな、うん、そういうタイプの人間なんですが、うん、だからなるべくその最新の注意を払ってますねで、立食の時もあったんだけど、あの会話せずに食べますね、うん、だから、要は何を言いたいかというと、皆さんがならないようにまず気をつけてください。ね、であとあの、コロナに限らず、まあ、風邪とかひね、引くこともあると思うんですよ。 その時は遠慮せずに休んでください。ね。あの、周りに迷惑かけますから。で、大丈夫です。休んでも欠席ウェブフォローついてます。あの、質問にも丁寧に私対応しますから。場合によっては電話かかってもいいです。エルタワーに。ね。24時間滞在しますから。いや、それは嘘です。ね。あの、それは嘘なんだけど、先生、24時間エルタワーにいませんかってよく言われるんですよ。まあ、そのぐらいいるということです。<laughs> ね。<laughs> いつかけてもいますね、みたいな。いやそ、そんなことはないんだよ。ちゃんと実務もやってんだよ。 うん、でも大体い,い,いますね、えー、なんか居心地がいいんですよね家,家よりね100倍居心地がいいですねエルトワのほうがね、はい <laughs> えー、これあの本,音で言って本音トークっていうかねはいさあ他にどうでしょうか大丈夫ですか、えー、じゃあ皆さんねあの、まあ、あの恥ずかしくて何か質問できないこともあるかもしれないんでね あの,遠慮あの質問してくださいとにかくあのもうやっぱねこのサルベージゼミねあの人気のないゼミってねすぐ企画倒れでも次の年とかやらんかったりするんだけどあのどんどん受講者も増えてるしあのまあ,あのなんだほら論文サルベージゼミよりは歴史は浅いんだけどねあの毎年続いてますからねあの皆さんが受かるように私もね私もほら合格実績を出さないとね あのー、もう合格実績出ないからもう打ち切りだなんてなっちゃうからね頑張ります、えー、共に頑張りましょう、ね、そして健康に気をつけてねこれが一番大事ですよ、皆さん、うん、勉強よりももしかしたらそれが大事かもしれんからねそうでしょ、体が資本ですよ、ね、あのアントニオ私があの崇拝するプロレスラーアントニオ・ユニクシあの彼も言ってました、ね、やっぱりね、どんなに強い人間でも、ね、最後はこうなるんやぞと。ね うん、だからやっぱりこの、なんていうかね、普段から気をつけて生活しろよと、ね、アントニオ猪木さん、知ってるでしょ、もう、あの何回ですか前にお亡くなりになったけどね、もう最後の姿をね、こうテレあのカメラに撮ってね、YouTube とか流してましたよ、感動しましたね、私ね、うん、本当、見せたくないじゃないですか、そんな自分が弱った姿を、ね、どんなに強い人間も最後はこうなるんやぞと、それをね、教え、示してくれましたよ。うん ね、だから、こう元気のうちにねやりたいことはやっておけっていうあのメッセージかもしれないし、ね、悔いの残らず残ることなくね。そうなんですはいじゃあ、以上で終わりますわ通信的にこれ聞いてる人もねあの俺、こういう質問したかったんだよという人もいるでしょう、まあ、電話とかで24時間ぐらいいますから約24時間いますから <laughs> であの変わりますから。はい じゃあ、えー、2023年の担当サルベージーゼミ説明会あのガイダンスを終わります。どうもお疲れ様でした。はい。